こんばんは、しおです。今日ですね、しわたくんのライブに来ました。では、ということで、しわたくんの、今日はですね、ワンマンライブの楽屋に潜入してみたいと思います。じゃーん。お疲れ様。まさかこんなワンマン終わって疲れてる時になんかインタビューとかないよな。まさかだよな。千代田さん、毎回そのなんかちょっと面白いこう小ネタみたいなのをご紹介しましょう。千代田秀則でーす。月曜日をご覧の皆さん、どうもお元気でしょうか。1年ぶりですね、千代田秀則です。はい、また今度もよろしくお願いします。はい、はい、ね、今日ワンマンお疲れ様でした。なんかすごい、なんかちょっと強力なメンバーがまた今日は。今日 ね、あの別に別歌には参加しないですけど、うん、一瞬いいですか。ロッケンロールな、ね、ロッケンロールな。まず頂戴出るにそぐわない感じなんですけど。いやいや、今日優しい兄貴、オドボーズ、キタニさん。イエーイ。オドボーズさんですね、本当。ショートレック様、柏出身バンド。デンジャー今ですし。どうも、よろしく。すごいかっこいいのこの3人で今日は。そう、ね、まあ、僕、ね、いつもあの弾き語りなんですけど、ね、まあ、たまにはそのバンドのサウンドもそのファンの人に聞きたいかなと思ってなんと2人に入ってもらって、でしかも俺アコギしか持ってなかったんで、アコギに決まっててそういうちょっと無茶なことになりました。いや、めっちゃ楽しかったですね。時間半ぐらい、すっごい盛り上がってましたね。いや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 、ちょっとご無沙汰してました。ご無沙汰です。この楽しみですね、いよいよね。とうとう5月からね、5月からとうとうツアーに、はい、ツアーに、そう、なんだっけ、こうなんか僕のせいになってるでしょ、ツアーに行こうっていうことが。そんなことはないけど、半分ぐらいそうだ。あ、そうだよね、よっ8割ぐらい。なんでさ、しおくさ、やる気あんのみたいな。そうですよ、そうせるんだったらなんかちょっと行こうよって、なんかちょっと多分打ち上げで僕がボロって言っちゃったから。そう、はい、そうですね。なので、僕もツアーに今回参加させていただきます。よろしくお願いいたします。でもすごいね、これいろんなライブでこうチラシ配ってると、出るんですか、あ、出るんですか、あ、出るんですかとかって、結構そのいろんな媒体さんとか結構、なんかね、ご縁で、ね、去年ビアンコだって、去年からなのにいきなり俺年しか、ビアンコ一緒にツアー名古屋、大阪行ったりして、もう行く先々で、千畑さん出るなら、あ、そうだよ、けど千畑さん出るならぜひって、大阪のそよ風とかは、そよ風さんはそう、毎日会ってことだ、うわ、すごいって言って歌丸さんとかも、あ、平さん出るんですかとか言って、もう皆さん の、 こう若手のリスペクトを受けまくってる、こう千畑秀則さんのおかげで、本当助かってます、僕。そんな、まあ、僕若手ですから。すいませんでした、失礼いたしました。こんなね、ツアーがこう日付がちょっとご紹介していただいていいですかね。はい、まず、初日ボリューム36ですね、はい、5月15日土曜日、名古屋エリクトリックで D&L、はい、ね、で翌日、まあ、こう車で行くんでしょ、これ行く、楽しそう、行こうよ、行くよ、5、1、6日曜日、大阪八坂ミューズ、はい、ボリューム37、はい、で、ちょっと空いて、ボリューム36が東京ですね、今日ここの会場ですね、渋谷リオ、ミュージックエクスチェンジ、はい、いや、ここが満杯になってる姿を想像するとちょっとワクワクしますね。ね、ここ満杯にしないと。そうですね、それで、あ、その前に、そうですね、うん、東京の前に、5、2、3ですね、5、2、3、だからふるさと九州、福岡天神ビブレホールと。福岡も名古屋にこの間ビアンコで一緒に行ってたら、ビアンコは、なんで塩さんこんな九州勢が揃ってて、福岡行かんのって言って、そう行こうよって言って、ビアンコがちょっとね、ちょっとちょっかい出してくれたんだよね。そうよって、みんなのそんなちょっかいのおかげで、そういう特攻隊長がいてくれたおかげで、で全国へこうだんだんと、手を、これはもうだって、もうあれでしょ、9月の上の盛り上がること間違いなしでしょ。9月もね、まだ発表はできないけどね、やりますからね。頑張ってね、なんか押さえております。はい。よろしくお願いいたします。いやいや、とんでもないです。はい。僕もちょっと今年はまだ去年の6月にリリースして以来、はい、リリースがちょっと滞っていて、まあでも次はもうアルバムかなという感じで、ね、まあその夏の時期はこう制作に入るので、まあその前のそのイベントツアーなので、はい、多分僕はもうここでこう燃え尽きて、こう制作に入ると、あ、その前のね、けど別歌もあるけど、その前にもね、ツアーがあるんじゃないですか。何でしょうか。ツアーは、あ、5月あたりは、あ、僕の自分のツアー、とかがないですか。
自分のツアーとかこれと自分の企画とかはこれ、あ、それ見ちゃっていいの？ぜひ、うん、あとだからいいなんだっけな、あの中野くん、中野淳くんと一緒、はい、ちょうどいいとこにあったの。これちゃんとこうやって俺持ち上げてんだよ。偉いでしょ、うん、でこれあのその線の、ね、千和田の地と中野ののと、はい、であと中野千和田と中野の友達を呼んでイベントしようっつって、はいはい、51に江坂ミューズでやったりとか、ああ、そこの近く、ね、54にウエストでやったりとか、うん、なるほど、そんな、まあちょこちょこイベントはありますね。なるほどね、はい、素敵なね、千和田君の音楽の輪が、はい、ここにも、ありがとうございます。そうなんです、ええ、まあ、じゃあこの辺を見てください。はい、ここ出てるね、はいはい、じゃあ5月千和田秀則さん別冊会よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに今日は誕生日でございます。飲むぞ。おめでとう。よろしくお願いします。別冊楽しみにしてます。